では、ブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。スカイユニオンの前線ベースにて所属不明の武装勢力が輸送機の離陸を妨害しています。あなたたち傭兵はこれを排除し、輸送機を安全に離陸させてください。状況は現在も膠着状態にあります。可及的速やかに準備を完了し出撃してください。所属不明の武装勢力という表現が気になりますね。イモータルではないのですか？確認が取れていない情報ですが、敵はアーセナル2機とのことです。汚染された AI による擬態とも考えられますが、情報不足で判断できません。所属を隠しているというのが気になりますが、イモータルではないのならウエスト7でしょうか？嫌だな、苦手なんですよ彼ら。別に話し合いに行くわけじゃないよ。イモータルだろうとウエスト7だろうと戦ってぶっ潰す、それだけじゃないか。ジャックの言う通りなんですけどね。フォー、他にオーダーに関する情報はありますか？ベースには2機の輸送機が待機しています。どちらか一方でも離陸不能になればオーダーは失敗となります。すごい大荷物だな。ベースの引っ越しでもするつもりなのかな？2機を同時に防衛ですか。面倒そうなオーダーです。他の解放旅団は動かないのですか？全旅団にオーダーを通達していますが、すでに他のオーダーに参加しているなどの正当な理由で辞退しています。またシェル、ウエスト7、パンツァークラウンからは返信がありませんでした。じゃあ僕らがやるしかないじゃないか。わかりました。それではアーセナルの整備を始めましょう。ルーキーも参加するだろ？敵がアーセナル2機ならルーキーが加わればこっちが数で上回る。確かにジャックの言う通りです。僕もあなたの参加を望みます。それでは失礼。
作戦区域に到達しました。フェムト粒子の濃度はほぼ皆無、レーダーに支障はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。あれが護衛対象の輸送機だね。離陸を妨害しているアースナルってのはどこの、うわっ、挨拶もなしに撃ってくるなんて、僕じゃなきゃ死んでたところだ。敵勢力アーセナル2機を捕捉。あれは、ああ、なんで避けるの。絶対に当たったと思ったのに。当たり前だ、避けなきゃ死ぬだろ。うるさいな、殺せば黙るかな。イモータルでもウエストセブンでもない、相手はシェルです。でもどうして、そんなの知るもんか。とにかく彼女たちを輸送機に近づけさせるな。やるぞ。自分たちが何をしているのか分かっているのですか。君たちのお兄さんは、セイビアはこんなネーション同士と足の引っ張り合いに手を貸すような人じゃないでしょう。ねえアビス、あの人何言ってんのかな。全然意味わかんないんだけど。輸送機を壊そうとしてるのは自分たちのためのくせ。ネメシス姉様の言う通りだけどな。ここで待ち伏せてれば悪い人たちが輸送機を襲いに来るって。悪い人は死ぬだろう。僕らが悪い人ですって。話がこじれてます。話し合いを。あなたがいい人でも悪い人、どっちでもいい、みんなどうせ死ぬんだし。難しいことは分かんないし、姉様は全員殺せばいいって。兄さん、話が通じる相手じゃないよ。実力で叩き伏せるしかない。防衛対象ベータの耐久力が 50% を切りました。輸送機のどちらか一方でも破壊されればオーダーは失敗です。対象への被害はなるべく避けてください。エーブ、アーブ、何をもたもたやっているの。そいつらはセイビアだ。防衛対象ベータの損害が 70% に達しました。このままでは離陸が不可能になる恐れがあります。注意してオーダーを継続してください。猫たち、今何をしたんだ。こんな動きができるなんて、人間の限界を超えてる。頭、痛い、頭が割れそう。オーダー、何も考えられない。兄様、ごめんなさい。あれ、アビス、返事してよ。どこ行ったの。致し方ありませんでした。多分死んではいないと思いますが、君も戦える状態じゃないはずです。このまま撤退を。アビスが死んでない。ああ、何も知らないんだね、お兄さん。それはどういうことですか。いい子ね、ヘブン。私もアビスとっくに死んでるのに。敵アーセナルが自爆行動を起動しました。脳付きの被害は不明です。
輸送機が離陸シーケンスを開始します。オーダーを達成しました。なんだろう。確かに私はあの子たちを捨て駒にしたわ。だから何なの？何も知らないくせに。捨て駒ですって。イエさん、無事だったんだね。毎回律儀に死んでいられませんよ。アーセナルは起動不能ですけどね。それよりネメシス、捨て駒とはどういうこと？そこまで教える義理はないわ。僕たちはオーダーを達成した。僕たちの勝ちだ。あなたは妹を犠牲にしてそれでも負けたんです。ああそう、興味ないわね。では失礼するわ。妹の遺体も回収しないんですか？家族でしょ。僕には理解できない。無知で野蛮な下船の者風情、口を慎みなさい。あの子たちはね、もうとっくに死んでるのよ。とっくに死んでるですって。心臓が止まって腐っていく内臓を詰め替えながら、それでもセービアだけのために戦い続ける。それがあの子たちなりの愛の示し方だわ。私は確かにあの子たちを利用したけれど、あの子たちの愛に敬意を払ったつもりよ。答えになっていません。私はセービアのためならセービアを殺せるわ。愛とはそういうものでしょ。私は行かなくちゃならないところがあるの。ではその時までごきげんよう。待ちなさいネメシス。兄さん落ち着いて。ヘブンとアビスの救援要請は出したよ。すみません、取り乱しました。オーダーは達成できたのに、なんだか釈然としない気分です。僕もだよ。ルーキーは、いや、ルーキーにだって訳がわからないよな。彼女の言葉についてはセイビアに確かめるしかないでしょう。ともあれ戻りましょう。フォー、機関シーケンスを展開してください。了解しました。機関シーケンスを展開します。